おはようございます。おはようございます。はい、今日は夕方じゃない、まあ、明るい時間ですけど、はい、おはようございますですけどね、はい、まあ、唐突なんですけど、はい、何か趣味はありますか、渡辺さんは。趣味って言われると難しいんですよね、うん、なかなかこう、うん、っていうところですね。ねえ、まあ、今ね、世の中、人生100年時代なんて言われてね、はい、うん、はい、聞きますね。もう一人のね、もう一生がもう長くなってる、うん、前にテレビで見た話だと、はい、僕のあの娘ちゃんが今小学校5年生なんですけどね、はいはい、だから大体もうそのくらいの世代の子供たちの、うん、例えば、クラスに30人ぐらいとかまあいて、はい、100歳まで生きる子供がね、はい、7割ぐらいとかっていう、この間なんかテレビでなんか言ってました、まあ本当かどうか分かんないんだけど、まあそのぐらいね、もう長い人生になってきて、ね、もう信長さんの頃の時代はね、人生50年とかって言われてたわけだから、もう倍になっちゃったわけですけど、まあそれもあって、まあよくね、やっぱりこう、ある程度もうね、年を取ってって、キャリアをね、積んでった時に、まあ趣味、はい、ね、趣味があるといい、まあ、いや、そう思います。まあよくそういう話もね、はい、ありますけど、はい、特にない、渡辺さん。その趣味、まあ趣味の定義っていうのもなかなか難しいなって思うんですけど、うんうんうん、まあ何をもって趣味というのかっていうところ、あら、なんか難しいこと言う難しいこと言う、そんなややこしいことを別に言うつもりないんだけど、でもね、僕の周りの先輩方とかやっぱり見てて思うのはね、はい、これね、やっぱね、忙しい人ほど趣味があるんだ、やっぱね、うん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 、時間がない人ほどというか、で、よく言うのは、例えば仕事を始めたりね、うん、してて、はい、となんか社会人になってとかね、うん、忙しくてそんな暇ないとかね、はい、聞きますね、よくそういうセリフってあるんだけど、はい、僕の周りの人たちを見てる限りではね、はい、忙しい人ほど、はい、仕事が忙しい人ほど多趣味確かに、ね、もしくはその一つの趣味をすごいこう、うん、深くというかね、うんうん、やってます、はい、うん、まあ僕の一番仲のいい先輩なんかはね、はい、ものすごいお仕事自体が忙しい方で、うん、もう朝から、サロンワークをして、うん、夕方新幹線に飛び乗って東京とか県外に講習会をしに行って、最終の新幹線で帰ってきてちょっと寝て、翌朝4時には起きて、うん、近所の海まで釣りに行って、うんうん、帰ってきて釣った魚さばいて子供たちに振る舞って、はいはい、とかね、はい、それからまた仕事に行ってまた忙しく働いて、うん、でその間にね、こんな本読んだよなんて言ってね、うん、本読んでたりとかね、どこで読んでるんだ、そうそう、だから忙しい人ほど実はそのいろんなことを、ね、はい、やっぱりやってるって、まあそんな中でね、はい、僕の、まあ、趣味の一つがですね、このカメラ、はい、写真を撮るというかね、はい、まあ、これが僕の趣味でございまして、はい、実は数年前に、はい、それこそ先輩の影響もあってですね、はい、このカメラを購入したわけです、はい、こちらはですね、まあ、前に動画でもちょっと出したかな、ライカ、ね、はい、ライカ Q-P という機種になりますけどね、うん、まあ、ライカってだからそのカメラ好きな人だったら、例えばもう名前はもちろん聞いたことがあるとか、名前ぐらいは知ってて、なかなかちょっとね、いや本当そうだと思いますよっていうね、はい、まあカメラ好きにとってはこう憧れの一つのブランドでね、まあ僕なんかももう全くこんなの持つほどのあれじゃなかったんですけど、まあちょっと先輩の影響もあって数年前についにね購入したわけですけど、そしたらですね、僕の周りのこう美容師さんとか、もしくは仲良くしてる飲食店の方々の中からでもね、中からもこうみんな影響を受けて、このライカをね所有してる人がね、もうボコ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 増えまして。本当にそうですよね。うん、そんなね、新潟で、はい、まあ、僕らのお友達の中で、ライカを所有するメンバーが集まってですね、はい、ライカ新潟
フォトギャラリーなんていうイベント、イベントじゃない、まあ、うちうちのイベントなんですけど、うん、をねやりました。はい、はい、まあ、これはあのそのメンバーの中に飲食店で働いてる方がいて、うん、まあ、そのお店を借りまして、はい、そこに各々が撮ったね、ベストショットを2枚ほどセレクトしまして、はい、なるほどです、うん、それをその飲食店の中にちょっと飾らせていただいて、はい、そこでみんなでカメラ談義をして、飲んで食ってというね、いい時間ですね、そういう時間を過ごすと、それはもう、まあ、そんなことをね、はい、数ヶ月前にやりまして、はい、で先日、はい、第2回を開催いたしまして、はいはい、でその時にですね、もうあのせっかくだからということで、これすごいですよ、こんなね写真集いや写真集をね、しっかりしてるやつですからね、これ作ってしまったわけですよ、はい、こちらですね、まあこれあのまあなんかそれぞれのこういう写真がね出ております、写真がいっぱい、いい写真がこういっぱい、かっこいい写真がねいっぱいこう写ってるわけでございますよ、こういうふうにね、うん、今回のこれはモノクロなんですよね、今回はこれはモノクロという縛りでですね、はい、作品をそれぞれに出して、まあ、これ12名ぐらいが集まってやってるんですけどね、で後ろの方にその12名のね、ここの絵が出てます、はい、メンバーが出てますけどね、まあ、こんなのを作りました、はい、はい、いいと思います、ね、これはかなりある意味もうその何でしょう大人の、大人のですね、大人の贅沢というか、本当にそう、まあ、もうちょっと悪い言い方で、いや、もう無駄。そんなことない。無駄。そんなことない。無駄を楽しむというか、うん。もう無駄なことに、時間とお金をかけるというかね、うん。まあ、もうこういうのが今趣味で、うん、またね、第3回の開催も、あ、もう決定してるんですね。もうあの、決定はしてるわけでございます。はい。で、もうその趣味の写真というね。うん。うん、まあ特に僕なんかは何を撮るっていうわけでもね、特に例えば景色とか、すごい綺麗な景色を撮りに行くのが好きなんだとか、っていうよりは、まあ本当にこう、日常的にカメラぶら下げて歩いてて、まあ何でもないね、風景、何でもない風景というか、もう何でもないところをカシャカシャ撮ったり。うん、まあ、特に人撮るのが本当は僕はまあ好きなんでね、はい、まあ、もちろん子供撮ってみたりとか、うん、そのイベントにお邪魔した時に先輩を撮ってみたりとか、まあ、そういう人を撮ったりするのが好きなんだけど、うん、まあ、やっぱねこのライカっていうカメラで撮るとね、今もう本当にカメラっていろんなメーカーさんからいろんなタイプのものが出ていて、まあ、小さいものから一眼レフみたいなものまでたくさん出ていて、はい、で本当にどれも素晴らしい機種でね、また機能もすごいたくさんついてるから、まあ、綺麗に撮るとかね、うん、そういうのはもうどのカメラでも大体できたりするんですよ、うんうん、でそういう意味で言うとライカって結構機能的にもそんなに今のハイスペックなカメラとか、まあ、ハイスペックと言わなくても今売られてる数万円台のカメラでもかなり機能がいろいろついてますからね、はい、まあ、そういう意味では結構ねなんかそんなに便利でもなかったりするところもあって、はいはい、まあ、僕の持ってるこのライカ Q っていうタイプはライカの中では比較的便利なカメラのタイプの方なんだけど、他の人たちが持ってるね、もうライカ好きなら もちろん誰もが知っているライカ M、うん、M 型、はい、ライカなんかとかね、機種によってはもう結構逆に不便なところというか、うん、決してそんなにこう高機能ではないみたいなところがあるんだけどね、うんうんうん、まあ、やっぱりその映りというかなんかこうね、なんかこうライカで撮るとね、うん、雰囲気がいいというか、うん、違う感じがやっぱあるんですよね、なんか温度を感じるというか、はいはい、うん、なんかそういう独特のね、はい、やっぱりね良さがあって、はい、まあ、それが楽しかったりするし、はい、そうですね、まあ、カメラ好きが集まるとこういうね、そういうトークが、そういうトークがまたね、ああでもねこうでもねって言っていろいろトークするのが楽しかったりして、もう興味ない人から見るともう全く意味がわからない世界だと思うんだけど、はい、まあそんなのがね、うん、今その自分の人生というか自分の生きてる時間の中でね、すごくこう楽しい充実した時間の一つの役割を担ってくれてるというね、うん、でまあ趣味って
っていうとね、だから趣味ってなんか作ろうと思って作れるもんでもないし、うん、気がついたらすごいハマってたみたいなこともあるし、はいはいはい、まあね、僕らで言うと例えばこういう風に動画を撮るとか、はいはい、まあちょっと編集をするとか、まあそれも趣味っちゃ趣味、まあそうですよね、だし、確かにそうですね、うん、まあ読書なんてのも、うん、趣味の一つに入るのかもわからないけど、うんうん、まあね、とにかく最初にも言ったようにね、こういうのはね、忙しい人ほどやっぱやってる、うん、うん、で改めてやっぱりそういう趣味とか自分が何か興味のあることってやっぱ作って、その時間を作ってやるものなんだなっていうのがね、うん、よくわかります、うん、本当に僕の知ってる先輩なんかはね、ちょっとあの異常かなってぐらいよく生きてんなってぐらい、はい、もうその仕事と趣味とかその仕事以外のいろんなことにね、うん、もう本当に凝縮した時間を過ごしててね、うんうん、自分でもおっしゃってるけどね、普通の人の1年を俺は3年分生きるとか言ってね、はい、おっしゃってましたね、うん、実際本当にそのぐらいのなんか密度の時間の使い方をされててね、うん、だから人より3倍早く死ぬんじゃねえかなと思ってっ心配でもある、そうですよね、うん、確かに人の3倍生きて、1年をね3年分で生きるのは全然いいんだけど、はい、うん、その分人より早く死なねえようにね、ちょっと心配なんだけど、まあとにかくね、皆さんもね、自分の楽しいそういう趣味ごと、うん、を持ってるとね、やっぱり人生が豊かになるし、できればね、もう許される範囲でね、もうその無駄をいっぱい無駄をいっぱいすると、楽しい、より楽しくなる、うん、そういうね、まあ、今日は趣味、いいですね、まあ、こんなものを作っちゃったんでね、かっこいいですね、これはだからもう新潟のライカ好きの、しかも美容師さんと、まあ、飲食店さんの、まあ、仲間内で、うんうん、やっているね、うん、ライカ好きの、趣味のイベント、その中でね、こんな写真集を、いや写真集ですよ、ね、本当に作っちゃいましたっていうね、はいはい、まあ、そういうお話でございましたけどね、はいはい、まあ、いろんなご趣味ある方多いと思いますけどね、まあ、皆さんも楽しい趣味を見つけて、ね、より充実したライフワークをお過ごしいただきたいなと思いました、はいはい、まあ、今日はそういう意味でね、この趣味の話をさせていただきました、はい、また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。